はい、皆さんこんにちは、シンコロです。あのね、さっきねこれを見つけてきた。これなんだと思います？これね、手作りのモッツァレラチーズです。だからね、これを使ってちょっとね、今日はすんごい簡単なねピザを作ってみたいと思います。さあ、それでピザを作るといっても生地を作るのはまあね、面倒じゃないですか。こうやってブン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 ってやるとかね、そんなできないということで、トルティーヤってほらメキシコ料理で使うこのね、ファヒータとか作るやつですよ。これを生地にして、ペラペラ薄いんですけどね、これでまあ具を乗せて焼いて薄焼きピザみたいになるんじゃないかなっていうことで、そうしたらこのモッツァレラチーズをちょっと切ってみましょう。タタツナ君だからね、これぐらいドスコスな切れんじゃないの。ほらいった、すげえ。モッツァレラチーズ、うわ美味しそう。薄く切れるかな。切れた。見に来ないの。もっと薄く切れるかな。よいしょ。はい、ではトルティーヤを3枚出します。そしてここにトマトソースを塗っていきます。ひゅーちゃん興味ないの。全然やんないの今日。やろうよね、やっぱり。さあ、そしたらまずトマトソースはね、今日はね、あのマリナーラソースを買ってきました。アガタ&バレンティーナっていうね、ちょっとね、アッパーイーストにもあるこうちょっと高級なスーパーなんですけどね、そこでね、イタリアから輸入物のマリナーラソースっていうのがあったんで、これをちょっとまあピザソースでもいいですし、トマトソース、普通のトマトソースでもいいですし、マリナーラソースっていうのはね、玉ねぎとかハーブとかね、そんなものが一緒に煮込んであります。だから少し味がコクがあります。これを薄く塗っていきましょう。さあ、塗りました。モッツァレラチーズをこういうふうにのせて、そしてこれにはニンニクのみじん切りを、アンチョビ、よいしょ、1個、2個、オリーブ、そしてケイパーを、これチーズです。ナポリっぽい感じで、もう一個はまあなんだろう、オーソドックスなマルゲリータを作って、でもう一個はこの上に生ハムとルコラで3種類作りたいと思います。はい、じゃあ焼いていきましょう。オーブンはね、今華氏450度になってます。まあ華氏450度っていうのはこれぐらいの温度です。はい、焼いていきますよ。焼いていきます。よいしょ、約10分ぐらい焼きます。ひゅーちゃん、アンチョビって知ってる？アンチョビ、これ検査してくんね。アンチョビのクオリティを。アンチョビ、いい匂い、いいクオリティ。バジルのクオリティはあ、危ねえ、危ねえ、びっくりした。大丈夫？これ似合うんじゃない？ティーコすんごいかわいい、ほら、うわーかわいい、あ、落ちた。うわー、ほー、なんかもうモッツァレラチーズがふんだんに乗せながらもう広がりまくってるね。さあ、こんな風になりました。うおー、焼けた。うわー、さあ、こんな風になりました。焼き上がりました。ルッコラをこれに乗せていきたいと思います。パルマの生ハムを、生ハムといえばパルマですね。美味しいオリーブオイルをちょっとドリズルして、こっちにもオリーブオイルを仕上げでかけて、そして最後こちらはマルゲリータなので、マルゲリータやっぱバジルの中がいっぱい乗ってないとね。乗せて、はい、そしてオリーブオイルをパッとかけると、はい、できました。こんな感じです。ナポリ風のがこんな感じで、マルゲリータがこんな感じで、生ハムのがこんな感じ。パルマの生ハム、塩ちゃん、あ、ちょっと待ってて。さあ、
今日はね、ビール、これペローニ、イタリアのビールです。これはね、日本でもね、飲めると思いますよ。ペローニ、いただきます。さっぱりしてますね。では、そうですね、じゃあマルゲリータから、よいしょ、いただきます。うまい。これモッツァレラが新鮮だからさ。じゃあちょっと次は、生ハムいってみたいと思います。いただきますよ。ごめんね。ルッコラと生ハムはもう本当にすごい合いますね。うまい。はい、ちょっとピザソース飛ばしまくったんで着替えました。で、このアンチョビが乗ってるナポリのやつね、これをまだちょっと取れてないんでいってみたいと思います。これはね、チーズレスなんですけどね、ビールに合うはず。塩気がちょっと強くてね、アンチョビとオリーブを乗ってるから美味しいよ。最高です。ビールにすんごい合う。いやー、いいねこれ。簡単だしね、トルティーヤを使ったりピタパンを使って、こんな風に簡単にちょっとおしゃれなピザができるので、ぜひトライしてみてください。ということで、引き続き食べます。